こんにちは、こだまです。今回ショーケースに飾るのはこちら、タミヤ1/12鈴木はやぶさ1300です。見るからに速そうなかっこいいバイクです。バイクのキットを作るのは初めてですが、作ってみたかったんですよね。なんかかっこいいバイクとか車が飾られているのって憧れませんか？なんとなく大人な感じがします。このキットは2002年7月発売のキットです。価格は3300円。うちのは見組み立てのものを中古ショップで購入してしばらく積んでいたものです。なかなか自信がなくて積んだままになっていたんですけど、今年タミヤの48分の1の洗車キットを製作して少し自信がついたのでやれるはずということで作ることにしました。スケールモデルの製作動画は好きで見てますし、いけると思うんですよね。初めてのバイクプラモ、可動箇所とかも見ていきたいです。とりあえずタイヤが回ってくれると嬉しいんですけど、どうなのかな。箱の側面には実車とキットの説明が載っています。実車は公道最速となっていますね。 Wikipedia によると2001年頃から最高速を競う開発は危険であるとのことで、規制がかかるようになり、時速300キロを超えないようスピードリミッターが設置されるようになったみたいです。このはやぶさは速度制限のかかるようになる直前のバイクになるみたいです。つまりめっちゃ速いバイクってことですね。ちなみにこちらは1999年に発売した初代はやぶさのプラモデルで、実車では2021年に3代目のはやぶさが発売しています。それでは開封。こちらは説明書です。各パーツに細かく塗装の指定がありますね。これは塗装をするときに助かります。眺めながらこんな風に組み立てていくんだって気分が上がります。お、これはカウルのパーツだ。なんか完成形を想像しちゃいますね。このパーツがもうかっこいいもんな。これはチェーン、それからタイヤのパーツ、ハンドルなんかもありますね。あ、これはブレーキディスクのパーツですね。穴開けるんですよね、知ってます。やってみたかった工作です。あとはエンジンかな。こっちはシートのパーツとかありますね。バイクのどこのパーツだってのが結構わかるので面白いです。メッキパーツもあります。メッキパーツは2種類あり、こちらは少しマットな感じのメッキです。そしてこっちは BB 戦士とかでも見るような鏡面のメッキになっていますね。これは前のカウルとタンク。3色のクリアパーツはライトとかのパーツですね。この袋はゴムのタイヤやパイプ、バネ、それからビスが入っています。完成度を上げる特殊素材って感じですね。ゴム製のタイヤはリアルっぽくてワクワクします。鏡面のミラーシール、それからデカール。はやぶさ、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 各カラーリング再現用のたくさんのはやぶさがあります。これは塗り分け用のマスキングシートですね。塗り分けしやすそうでありがたいです。製作を始めます。パーツをカットしていきます。パーツがえぐれたりしないよう2度切りをします。2度目のカットにはアルティメットニッパーを使っています。本当にスッと切れるんですよね。メッキパーツは表にゲート跡が出ないようアンダーゲートになっています。カットしたパーツにはヤスリをかけてゲート処理をします。塗装の前に組み立てられるところは組み立ててしまいます。と言っても組み立てられるのはエンジンのパーツぐらいでした。ガンプラと違って組み立てに接着剤が必要なのですが、パーツに凹凸などがありしっかりと収まるので安心して組み立てられます。カウルのパーツの合わせ目消しをします。ここは実車のバイクには出ない線なので接着して消していきます。タミヤセメントでしっかりと接着。
乾燥したらヤスリをかけて接着跡を滑らかにします。メッキパーツは接着するところのメッキを剥がしてくださいと指示がありました。デザインナイフでカリカリして剥がします。無事に接着できました。ディスクブレーキの穴開けをします。僕的にバイクプラモといえばって作業です。これは絶対やるぞって思ってました。説明書にはない工程ですが、これをやっておくとより本物っぽくなると思います。単純作業の繰り返しですが、初めての作業だったからか意外と楽しかったですね。ちなみにタミヤの最新キットだと最初から穴が開いているみたいです。プラモデルはより作りやすいように、より精密にとどんどん進化しています。パーツにはこんな感じでパーティングラインという小さな線のような出っ張りがあります。成形の時に金型を合わせたところにできるものなのですが、これも実写にはないものなのでヤスリをかけて消していきます。パーツはヤスリをかけたりして汚れているので、超音波洗浄機できれいにします。乾燥を待って塗装に入ります。使った塗料はこちら。いつも通りメインで使用したのはクレオスのラッカー塗料です。説明書ではタミヤの塗料が指定されているので、似ている色のクレオスの塗料に置き換えながら塗装をしました。似た色がないところはタミヤの塗料を購入して使っています。エアブラシで塗装をします。今回カラーリングは箱絵と同じ2002年型のシルバーとブルーにします。ブラックとブルーのカラーリングもかっこいいなとかいろいろ迷ったんですけど、箱絵や見本を目指して作ることにしました。チタンゴールドはこの明るい金色に置き換えられる塗料が見当たらなかったので、タミヤのラッカー塗料を購入しました。タミヤのラッカー塗料初めて使いましたが、クレオスのものと変わらず使うことができました。今後もスケールモデルを作るときにはタミヤのラッカー塗料使っていくと思います。説明書で指定されている塗料なので安心して塗装できますしね。シルバーの部分なんですけど、アルミシルバーとかクロームシルバーとかチタンシルバーとかフラットアルミとか細かく指定されています。シルバーもいろいろあるんだなぁと実感しました。一応それっぽく塗り分けたつもりですけど、どうかな、ちゃんと違いが見えると嬉しいな。塗り分け箇所はマスキングをして塗り分けます。小さくて複雑な形のパーツを塗り分ける必要があったりしてなかなか大変でした。でもちゃんと塗り分けると完成度が上がるので頑張りますよ。マスキングでの塗り分けが大変なところや、塗り分けの修正箇所は筆塗りです。水転写デカールを貼ります。デカールを水につけて数秒待ちます。デカールが台紙から剥がれてきたら滑らせてパーツに貼り付けます。しっかり貼り付くようにパーツにはあらかじめマークセッターを塗布しています。マークセッターはデカール用の糊剤ですね。余分な水分は綿棒で吸い取って完了です。とここで問題発生です。デカールがなんか脆いなぁと思いながら貼り付けていたんですが、乾燥したらシワシワになってしまいました。どうやらデカールが古くなって劣化してしまっていたようです。このままではかっこ悪いので諦めて塗装ごと剥がします。タミヤにパーツ請求をして新しいデカールを手に入れました。これで製作を続けられます。ありがとうございます。新しいデカールを貼り付けました。新品のデカールはシワもなく綺麗です。エンジンのパーツ、タミヤの墨入れ塗料を使ってディテールをはっきりさせます。余分な塗料はエナメル溶剤で拭き取ります。
説明書で指定されている塗料に合わせて艶消し、半光沢、光沢でパーツの艶を整えます。部分ごとに艶の感じが違うと完成度が上がる感じがします。ゴム製のタイヤのパーツ、中央にパーティングラインがあります。ラッカー溶剤を使ってやすると消しやすいというのを見たことがあるのでやってみました。ゴムを溶かしながらやすることができるってことなのかな。紙やすりに削ったゴムがついて1回で使えなくなっちゃう感じですね。それだけしっかり削れているということかもしれません。パーツを組み立てていきます。まずはエンジン部分。こうやってパーツが組み上がっていくのがたまんないですね。小さなバイクを作っている感じがします。エンジンをフレームに取り付けました。メカメカしくなってきました。スイングアーム、リアタイヤを組み立てました。ちゃんとタイヤが回るんですよ。これすごい嬉しいです。個人的重要ポイントでした。スイングアームというのはリアタイヤとフレームをつなぐパーツで、ここが上下に動くことで衝撃を吸収する仕組みになっています。ここプラモデルでもちゃんと動くんですよ。これも感動しました。このフロントガラスに当たる部分、スクリーンっていうみたいなんですけど、スモークで塗装しました。クリアブラックみたいな感じでスモークガラスっぽくすることができます。便利な塗料です。カウルのパーツを塗装します。バイクの印象を左右する大事な塗装ですね。カウルの塗り分け用にマスキングシートが付属しています。自分で切り取る必要はあるのですが、モールドのないところの塗り分けですし、曲面のマスキングは大変なのでとても助かります。付属のシートで足りなそうなところはマスキングテープで補います。綺麗に塗り分けられました。カウルにデカールを貼り付けます。ガンプラとかではこんな大きなデカールを使うことはなかったので、なかなか思ったところに配置できなくて大変でした。カウルに光沢クリアを吹きます。テカテカになれ。パイプをつけていきます。1本のビニールパイプをカットして使っていくのですが、説明書に原寸大のガイドがあるので簡単にカットできます。細かいところに接続するためピンセットは必需品ですね。あとはどんどんパーツを組み立てていきます。ネジ止めをするところが結構ありますが、ガンプラとかではあまりないので新鮮です。接着剤と違いパーツを汚す心配がないので結構好きですね。完成です。初めてのバイクプラモでしたが、かっこよく作ることができました。クリアパーツのスタンドが付属しているので飾るのに便利です。実車同様スタンドを下ろして立たせることもできます。ただ細いパーツですし、負担がかかって破損したりするのが少し怖いかもしれません。
ハンドルが回ったり、タイヤが回ったり、スイングアームが稼働したり、本当に小さなバイクがあるみたいで満足度が高いです。流れるようなデザインが美しいですね。その圧倒的な動力性能とは裏腹に、意外にも扱いやすいメガスポーツバイクとして広く知られている。メーカーではスーパースポーツを超える究極のマシンという意味を込めてアルティメットスポーツと呼称している。名称のハヤブサは、小型の猛禽類であるハヤブサが時速300キロ以上の速度で飛ぶことができることや、食物連鎖の頂点に位置していることから、最高速度300キロを超える性能を持って君臨するようにと名付けられた。最大の特徴は何と言っても最高速度であり、最高速度312キロの性能を発揮し、20世紀最速の市販バイクとなった。さて、太陽光の下でハヤブサの撮影がしたくて寒風山までやってきました。寒風山は標高355メートルの成層火山で、山頂まで車で行くことができます。いい景色。すごく空いていて人目を気にせず撮影できてよかったですね。山頂には回転展望台があります。今回は目的ではなかったので撮影だけして帰ってきました。うちでは他にもいくつかバイクや車のプラモデルを積んでいて、ちょっと古そうなものもあるので、デカールの劣化が少し心配です。なるべく早めに作りたいところではあります。それでは今回も動画を見ていただきありがとうございます。またお会いしましょう。こだまでした。